どうもジャコ先生です。今日はボカロ P のギガさんの名前にぴったりな漢字を考えてきたので理由も込みで発表しつつ雑談したいと思います。お願いします。で、今日は2つ考えてきました。ちゃんと人名にふさわしい赤ちゃんのなんか名前を決めるアプリで、まあギガさんのこうイメージにぴったりな感じで決めてまいりました。30分ぐらい悩んだので、はい、一つ目、これでギガ。この銀っていう字なんですけど、あの RPG とかで出てくる銀融詩人の銀っていう字ですね。この字には歌うっていう意味がそもそもあるらしいです。しかもですね、歌を口ずさむとか作るっていう字があるらしいんですよ。まあ、実際にギガさん自身が自分の作った曲を歌うことが結構あって、私が好きな曲がサウンドクラウドにあって、レディーステディっていう、これはプロジェクト世界っていう、まあ、音ゲーアプリがあるんですけど、そのゲームの中ではバーチャルアイドルみたいなグループが歌ってるんですけど、サンクラにはギガさんの声でその曲の歌が入ってるんで、めっちゃ貴重ですね。で、あとちょっと古いんですけど、アニマルっていう曲もギガさんが歌ってるんですね。それがめちゃくちゃかっこいいので、料理作りながらノリノリで聴いてやってることが多いんですけど、アニマルを聴きながら作ってしまうと、まあ、概ね焦がすかこぼすかするので、まあ気をつけてください。まあそうですね、私がギガさんの曲を知ったのが、もう10年前の曲。テトロドトキサイザー2号って言うんですが、ちょっとメロディーが切ないんですけど、でもポップな感じでアップチューンなんですね。まあ後に出てくるドロップポップキャンディーとか、チルチルっていう曲にも通ずるような、まあ、最近だとこう重低音に響く音が増えてきて、まあかっこよさに磨きがかかってきてるのかなと思うんですけど、で特に私は2014年頃の曲がすごい好きで、ラボラトリー、響かせ、ギガンティック OTN とプラス男子。まあ、あの辺の曲がやっぱ好きですね。もう、ネタに走った曲もありつつ、めちゃくちゃかっこいい名曲も残してて。で、列島上等ね、あの、ラストサビ前に手を振るムービーが入るんですけど、音が一気に減って、で、サビに持っていくところで、もう鳥肌が爆発したのを覚えてますね。はい。この、がっていう字は、もう馬っていう字がついてますけど、馬を乗りこなすとか、そういう意味があったらしいんですよ。で、そこから転じて、使いこなすっていう意味があるそうなんですね。なので、まあ音を実際に作って自分も歌ったりしつつ、そのボーカロイドの良さ、自分の得意なところを武器にして使いこなしてるっていうところでこの字にしました。まあ、これが一つ目考えてきた字です。どうですかね？だいぶキラキラネームっぽい気がしますけど、読めませんからね、パッと見。銀河とも読めなくはないので、ちょっと名前としては微妙かな。で、もう一個考えてきたやつ書きますね。私はこっちの方が個人的には好きですね。はい、できました。ちょっとあんまり美しくないですけど勘弁してください。暁という字に川っていう字でギガと読みます。これも少しちょっと無理やりな気はしますが、で、なんでこの字にしたか説明しますね。で、この字だけで物事をよく知っているっていう意味があるんですって。これ初めて知ったんですけど、ボカロの調教はもちろんなんですけど、いろんな歌い手さんの曲のミックスとかアレンジに関わってらっしゃるんですね。で、その人の良さを生かすアレンジがギガさんはすごいんですよ。その生かし方をよく知ってるなというか、個人的に好きなのはね、あのエボさんのアディクションっていう曲があるんですけど、あの曲のちょっとセクシーな部分とエボさんの声のエロさが引き立つ感じ、めちゃくちゃかっこよくなってます。でも、まあ、ギガさんといえば、もう切っても切り離せないのがレオルさんなんですけども、ギガさんが携わってるレオルさんの曲って、もう全部、こう、レオルさんの持ち味を本当に活かしてる、めちゃくちゃコンビネーションがいい、あの、お二人なんですけど、個人的にはね、事実上っていうアルバムが、ギガさんの色が強くって、おすすめですね。特にって言われたら、まあ、インストなんですが、マンダラファクトっていうギガさんワールド全開なので、めちゃくちゃおすすめですね。で、この川っていう字はね、まあ、普通の川があるじゃないですか。これよりも大きい川っていう意味なんだそうで、で、川っていうのはまあ、人にとっての恵みですよね。なので、普通の川よりも、こう、多くの人に幸せをもたらすっていう、だからめちゃくちゃスケールの大きな意味がある字ですね。
ギガさんのことを知らない人がギガっていう文字だけ見るとなんか強そうとか曲のイメージがかっこいいのでガツガツした人なのかなっていうイメージかもしれないんですけど、あの拍子抜けするぐらい穏やかで平和主義ですんごい優しい、あの柔和な雰囲気の方なので、ギガさんのおおらかさみたいな穏やかな印象もこの字に込めてみました。最後になんですけど、ギガさんの曲を一曲も聴いたことがない人でうっせぇわが好きな人はぜひギガリミックスを聴いてください。で、ギガさんを好きになってください。概要欄に URL 貼っときますんでぜひご覧ください。というわけで今日はギガさんの名前を漢字にしてみました。こういう字もあるんじゃないのとか、他にもおすすめの曲とかあったらぜひコメントで教えてください。それでは今日はここまでにします。ありがとうございました。